大人にめっちゃ怒られた。はいどうも、コアラです。前の動画見てくれた人ありがとう。見てない人は見てきて、人生いろいろあるっちゃね。じゃあ今日の本編楽しんで。じゃあ本編スタート。はい、というわけで本日はですね、街中とか行くとマスクをしてる女の人ってもいっぱいいると思うんですよ。まあお男女限らずに、マスクってなんでするかっていうと、その予防的な意味でするっていうのが、まあ、一つ目にあると思うんですね。まあでも絶対それだけじゃないと。絶対まあ二つ目として、まあ、すっぴんだったり、まあ、今日ちょっと腫れてんなとかむくんでんなっていう日にマスクをするっていう、この顔を隠すっていう役目もあると思うんですよ。ただその顔がむくんでたり太ってる人っていうのはマスク一枚で隠したぐらいじゃ、まあ、ぶっちゃけ変わらないんですよね。なんで本日はマスク何枚もまでつけられるんだろうっていう企画を考えてやってみます。マスク40枚今日用意しました。この40枚のマスクを使って何枚までつけられるのかっていうのをやってみたいと思います。ブーンブーン。まず一つ目いきます。今5つつけました。ここに針金がやっぱ入ってるんですよ、マスクだから。最近のそれがちょっと痛い。あとちょっとこっちの耳にもちぎれそうなんでちょっと戻します。まあでもつけられないことはないかなって感じなんで、まだまだいってみます。